ボルボックさん、白田優さんについての見解を聞きたいです。あと芸能界って黒い世界なんですか白田優さんについて僕の見解は、まあ、白田さん、タ田優くんが何もコメントしてないので、東さんの意見は、えっ、ー、と、YouTube に出てましたよね。で、今度は、白田くんが何を言うかとか、そこがないと、なんか、 一人の一方的な東さんの意見だけを聞いて、まあ、あの LINE とか出てましたけど、でも、東さんの言い分じゃないですか。でも、白田くんの言い分もあるはずだし、白田くんはな、もう、触れないのかもしれないし、でも、現時点で、こう、不自然に CM が2本、こう、おろ、おろされたというか、その、えっ、ー、と、配信がなくなったっていうのをニュースで見て、 だからそこは何なんだろうって思ってみんなと一緒ですよ、そこは。だから僕は、何があったかって僕は、その、すべて全部話し合うタイプなので、それが一番の危機管理だと思ってるんですよ。えっ、ー、と、疑問に思ってることを黙り続けるってことは僕はあまり良しとしない生き方なので、 問題になっていることをちゃんと紐をほどいて、えー、ちゃんと説明するということを田村亮さんの,あの闇営業問題の時にも一番気をつけていたのはそこです。えー、包み隠さず、あの包み隠そうとしたからあれが問題になったわけじゃないですか。で、記者の方とかってすごい質問してくるんですけど、きちんと質問に対して真摯に答えてたら意地悪な質問もしないし、 えー、本当に聞きたいことを答えるっていうもう純粋なやりとりであれば僕はあの芸能リポーターの方との信頼って気づけると思っているので、えー、僕はできるだけ自分の言葉で嘘偽りなく答えるそれはこの YouTube の生配信でもそうだしもし仮にえっ、ー、と何か白田さんのことを聞かれた時も僕の言葉ででっ 言ええる範囲は全部答えてますだけど、東さんの今あの、配信だけのことなので、えー、多くは語れないですね、今のところ。